お正月の楽しみといえばおせち料理ですよね。美味しいメニューの数々に、つい作りすぎてしまったり買いすぎてしまったりということはありませんか？そんな悩みを解決するおせちを使ったアレンジ料理に私田中が挑戦しました。最近全然料理してないんですけど、そろそろさすがにね、なんかやろうかなっていう気持ちが少しずつ芽生えてきました。今年こそは憧れの料理女子を目指したい。そこで平成最後のお正月は元日から本腰を入れて料理企画に挑戦です。題して田中萌初めてのお正月料理アレンジ版。さあ本日料理を教えてくださるのはこの方です。お願いします。こんにちは。はじめまして、よろしくお願いします。田中です。お願いします。アレンジレシピを考案してくれたのは、美しすぎる料理研究家と呼ばれる食育インストラクターの和田明日香さん。義理のお母さんは料理愛好家の平野レミさん、そして義理のお姉さんが女優の上野樹里さんです。また3児の母でもあり、ママタレントとして活躍しています。料理をほとんど、もう27なんですけど、やったことがなくて。そうなんですか。こんなやたら可愛い。これはですね、大学時代にちょっと浮かれて料理教室に通ってた頃の、名残です。そうなんです。私およそ3年ぶりにエプロンを身につけました。家族揃って食べるんですけど、だんだんみんな飽きてきて、結局こう食べきれずに余ってしまうっていうことが非常に多くて、あるあるだ。どうしたらいいですかね。おせちってでも、はい、味ついてるじゃないですか。大した手間をかけなくても元々が美味しいから。そう、おせち料理の美味しさを生かしながら全く違ったメニューに大変身させます。まずはおせちの定番の一つ、筑前煮を使ったアレンジ料理から。材料は筑前煮の他にたたきごぼうや煮豚などを使います。果たしてどんな料理に変身するのでしょうか。早速調理開始です。というわけで、はい、玉ねぎみじん切り頑張れ田中頑張れ田中早速手切らないように。はい、手切らないように気をつけます。あ、違う、すでに皮を剥く。そうですね怖い。嫌ですよね、カメラ向けられてさ。そう、久しぶりにやる。手が震えてる。変わってあげたい。でもすごい性格細かいですよね、きっと。後輩への注意とかめっちゃ細かい。さて和田さん、私のみじん切りの出来栄え、星5つで表すといくつですか。小分の3。微妙。嘘嘘嘘。でもちょっと超えた。半分超えました。ちょっとドキドキしたんで見てて。上手です、細かいし。細かいですか、結構。そんな全然やってない割には。そう、全然褒めてないかなこれ。嬉しいです。いいです。私はもう今褒められてると思ってます。はい、褒めてます。やった。続いてみじん切りにした玉ねぎをオリーブオイルで炒め、筑前煮や粗くカットしたたたきごぼうなどを加えます。料理をしながら話題はプライベートへ。ここで和田さんの意外な素顔が明らかに。私も全然料理しなかったというか、まだ実家にいた時に、はい、サンマを焼いてこう出してくれたんですよ、はい、親が。でペロッとお皿に一匹乗ったのを見て、はい、あ、今日ウツボの塩焼きだねみたいな。ウツボ。なんとサンマをウツボと勘違いしていたという衝撃の事実が発覚。さてフライパンの具材が馴染んできたところでカレー粉を加え、さらに炒めます。粉っぽさがなくなったら水、ケチャップ、ウスターソース、蜂蜜を入れます。煮物の塩加減とかでちょっと味が変わってくると思うので、はい、味見しながら、ちょっと薄かったらもうちょっと足したりして。はい、味を整えたらあとは蓋をして煮込むだけ。出来上がりを待ちながらもう一品アレンジ料理を作ります。
今度は甘い味のおせち料理を使ったデザートを作ることに。栗きんとんとか、はい、黒豆とか金柑の甘露煮とか甘いのありますね。ありますね。入ってます。そう、そういうとこを使ったおせちの甘いとこ蒸しケーキを作りたいと思います。おせちでケーキ。そう、今回はこのホットケーキミックスを使って簡単に作っていきたいと思います。あ、これが時短のポイントですか。そうです。ホットケーキミックスは小麦粉や砂糖などケーキ作りに必要な材料が含まれているので粉類の計量の手間が省けるんです。黒豆や栗きんとんなどをホットケーキミックスと混ぜ合わせ容器に移したら鍋に入れて蒸すだけ。完成を待つ間に再びプライベートトークへ。平野レミさん、上野樹里さんにまつわる和田家の料理事情が明らかに。和田さん、はい、平野さん、はい、上野さんのそれぞれのこう料理の担当分担だったりあるんですか。あ、一緒に料理する時ですか。一緒に料理する時、お母さんはすごい早い料理が、はい、樹里ちゃんもめっちゃ早いんですよ。手際もすごいいいし、5歩ぐらい先のこと考えて、お母さん次は何しますかみたいな感じでやってるのを私はこうやって見てる。偉いなみたいな。やらないんですか。なんとなく、なんかもう、あ、もう早すぎて。そう、お願いしますっていう感じ。ちゃちゃちゃってできそうですもんね。そうなんですよ。あのお母さんがちょっと待ってっていうぐらい早い。いよいよ鍋で煮込んでいた筑前煮を使ったアレンジ料理の出来上がりです。お、おせちの煮物がキーマカレーになりました。キーマカレー。そう、筑前煮を使ったアレンジ料理の正体はおせちのキーマカレー。筑前煮やたたきごぼう、煮豚などが入った具沢山で色鮮やかな一品に。いただきます。いただきます。でもおせちっていう感じは全くしないです。確かにカレーですね。うん、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 美味しいですっていうか。ありがとうございます。美味しい。味が結構本当しっかり出てますね。うん、うん、うん、和風です。和風です、和風です。根菜系が結構いっぱい入ってるから食感も楽しいですよね。はい、うん、全部言ってくださってる。私食リポ苦手なんですよ。続いてはおせち料理をアレンジして作ったデザートの蒸しケーキです。わあ、綺麗に出来上がりましたね。具沢山ですね。うん、優しい甘さ。うん、うん、でそこにこの金柑だったり黒豆がいいアクセントを出してますね。今日料理を作って楽しかったので、うん、あ、本当ですか。はい、ここから2019年は続けていきたいと思います。言わされてませんか。大丈夫、本当に楽しかったです。久しぶりにやったんですけど。よかった、私も楽しかったです、うん、ありがとうございました。もう和田さんのおかげで。手軽に作ることができる和田明日香さん考案のおせち料理アレンジレシピ、皆さんもぜひ試してみてください。